2008年9月、中村屋は第1回赤坂大歌舞伎に出演。その楽屋では、翌月に迫った平成中村座浅草公演の稽古。桃の井殿の申さるれも、双方全く、双方全き、ただよし公のご権利、双方全き。演目は歌舞伎三大名作の一つ、通し狂言奏本忠臣蔵です。この家は双方全きともなる、子は子もともなるこのよう。わーさ、投げ、こっちは右手だ、思いっきり投げ、はい、バーチャーじゃ。全11段、上演時間はおよそ9時間半という大作。1人の役者が複数の役を演じるので、お弟子たちもスケジュール作りに四苦八苦です。朝11時から9時まで大労働だよこれ。大労働ですよね。当時芸歴85年のこの方も、昔なんかね、中心からちょっと嫌だよね、大変なの、あの仕込みがゾッとしたくらい。この日は勘九郎の頭合わせ、胴の肩に毛を貼り付けていきます。それにしても随分と数があります。10月、役多いですもんね。多いどころじゃないですか。今回勘九郎は一人で8つの役を演じます。その上、なんで7つ初役ですからね。7つ、8個役やらせていただいて、あとは7つ圧力ですんでね、ちょっとありえないですよ。七之助も5役。歌舞伎の中でもやっぱり別格である忠臣蔵という、歌舞伎役者もそう思っているようなものですから、誰もかけたら終わりっていう、はい、状況なのでね。勘三郎は人間国宝七代目中村芝翫に稽古をつけてもらえることに。忠臣蔵で役は5つ、その上女方の大役を初めて演じます。演舞場ぐらい、いや僕は大丈夫だから、ご在所も定かならず、うつうつに変わる。はい、人間国宝の指摘は細部まで及びました。無用な時もこれこっちから、こっちから、はい、台を通り越すけど、そうじゃの時にも国家しょうがないからしょうがないんですよ。ちょうどいっちゃうし、声を置いちゃう、はい、受け継がれてきた芸を次の世代へ。ここで僕は角隠しを取るんですけれども、ね、はい、これはおじいちゃんなんですよ、ね、あ、おじいちゃんもそうなんです。じゃあそこでね、芝翫の祖父五代目中村歌右衛門、歌舞伎を支えてきた先人の教えが勘三郎に伝えられます。やっぱり先人たちが築いてきたものだから、うん、自分たちが作るものとは全く違うね、やっぱり古典中の古典だし、うん、習った通りに、やりたいなと思ってますよ。しかし本番が迫る中、アクシデントが。入ったよ、もうこんなの。お薬ですか。そうですよ、こんなに飲むの初めてだろう。とにかく手術したらあんた1ヶ月声が出ないって言うんだから。10種類来たの今日。はい。ちょ
だから夜寝るときになんか飲むんだよ今日また。はい。それちょっとその分だけ持たして。ねえ、俺もうこれだけはこれもうちょっと今 目の前ぐらいね。喉にポリープができたため薬で治療をすることになったのです。9月下旬、平成中村座浅草公演の全体稽古が始まりました。畳引いて布かけて仕切りをして結構お願いいたします。すぐにすぐに寸分違わぬ。いや、ぬーでいいの、今のでいいの。寸分違わぬ糸井に一回知って、だから早いから。浅草寺の境内に平成中村座が姿を現しました。江戸時代の芝居小屋を忠実に再現、お大尽席と呼ばれる特等席もあります。本当に座っていいんですか？いいね、いいね。稽古中だからいいんだよ。本番は座れないんだよ。ああ、座っちゃった？3万5000円。3万5000円なんですか？3万5000円ですよ、ここ。いやー、さすがに。ずっとここで見てた。ちなみに、お帰りにはこんなサービスも。お帰りにはお帰りに。あれがついてるのね、セットで。いよいよ舞台稽古がスタート。期間はわずか2日間。電柱だ、電柱はだぞ、電柱だで有名な松の廊下の場面など多くの見どころを持つ奏本忠臣蔵。
本番前日、赤穂浪士の墓前で成功を祈ります。何度も繰り返し、確認をしながらギリギリまで稽古に打ち込みます。あんまりよくないですよね。だから物のようなああ、うん、だからやりにくいと。わかりました。ここでやるからおかしい。この幅が広いから。そうそうそう、全部広いから。だからた悔しさを表現する場面、肩を激しく震わせろと指導したのです。打ち切れになっちゃう。ではさっき肩寄せるってその通りで、この手もついて終わり捕ませる。だってね、今日ハンバーグ食べようかと考えなってもらったら泣いて見えんだっていう、まあ極論だよ。それやっちゃいけないことだよ。そのぐらいの気持ちがどっかになるとみんな真面目すぎるんだよ。何も気持ち作って映画みたいにこうなってハイスタートっていうのじゃないんだもん。瞬間芸だからね、これ。嘘の見方が真似してたもん。なんかこれはこれなんて何も考えてないのできなきゃダメなんだ。それが君足りないとこ、頭で考えてこういうふうに思ってるっていうのは見えないんだよ。俺今全然気持ちなくてやる、ここまでできるんだよ、わかる。それが歌舞伎のなんか一つの方法だと思う。江戸の昔から途切れることなく受け継がれてきた歌舞伎の型、それを確実に次の世代に伝えていくことが伝統を守る者の使命なのです。俺もそうなんだ、だったんだ。やってるんだけどダメ。父の背中を追いかけ、北向きに走り続ける息子。大切なことを伝え続ける父。人には守り伝えるべきものがある。大きな家族で挑む歌舞伎という大舞台。心が一つになる時、2日初日早朝、亡き父の墓前に
続いて円谷判官切腹の場、最も厳粛な場面。まるで円谷判官の家臣になったかのように、勘九郎は深々と頭を下げ見送りました。そして教えを受けたあの大役に挑みます。さらに大詰めでは勘九郎と七之助の複雑な立ち回り。
江戸時代の芝居小屋、時を超えて平成の観客に伝わる思い。受け継ぎ、守り、伝えることで現代に生き続けている魂がここにあります。次回は四国こんぴらにあの方が登場。失礼します。中村屋に春が来た。